幻想郷の英雄。以前は敵同士であった霊夢とゆかり、漫才頂上決戦ではどんな化学反応を見せるのか。エントリーナンバー1789番、結界少女。どうもこんにちは、結界少女です。はい、よろしくね。よろしくお願いします。逆に戸惑うわね、キャーとか言われたら。キャーとかね、やりづらいわね。いやいや、でもありがとうございます。コンビ名で思うんだけどさ、やっぱり結界少女はあんたあっての結界少女だと思いますよ。そんなことないですよ、あなた。いやいや、ほんとあんたがいなかったらね、私なんてただの少女ですよ。いや、結界と少女でやってないよ、別に。こんな感じですよ。私結界ちゃんじゃないですよ。ねえ。しかもあなたが少女ってさりげなく厚かましいわね。でもコンビでやってますけどね。はいはい。私思うんだけど、コンビっていうのはさ、お互いのこと何でも分かってて初めてコンビって言うんじゃないの、これ。あなた今いいこと言ったねえ。はい、みんな拍手。素晴らしい。いやいや、逆に恥ずかしい、そんなの。そう？でも確かにコンビっていうのは夫婦みたいなものですから。そうそうそう、何でも分かってなきゃいけない。その点安心して。私はあんたのこと何でも分かってる。ああそう、何でも分かってる。嬉しいね。あんたのこと知らないことなんて何もない。おお、そりゃ嬉しい。名字と名前以外はね。そこ知っとけよ、お前。何でもわかるわよ。なんでだ？何でもわかるよ、私。何を知ってるの、そんな。幻想郷の大結界を管理する神社の巫女で、空を飛ぶ程度の能力を持っている。職業は主に妖怪退治。春になると冥界に花見に行く表裏のない単純で勘のいい女の子。正解。大体合ってる。知らないことなんて何もないわよ、私は。すごーい。で、名前は？それわかんないな。知っとけよ、そこ。それわかんないんだよ。お前名前も知らないやつと漫才やってたの、今まで。でも一つだけわかってることがあって。何わかってるの？白霊神社に居候してるのが伊吹スイカ。そこなんで知ってるの？行きつけの道具屋天使が森近凛之介。そうそう。最近脅威と感じているコチヤサナエ。まあまあ。でもあなたがわからない。わかるだろ。なんでよ。誰かな、君は。ああ、思い出した。思い出した？ライバルが霧雨マリサ。私はい。マリサはいいよ。マリサいいんだ。私わかるじゃん、そんなんだったら。なんて言うんですか？なんて言うんですかって。白霊霊夢。名字が白霊で名前が霊夢。白霊霊夢。そうそう。ふーん、シンプルだね。悪いのか？悪いのか。名字が白霊で名前が霊夢。そう。で、手前に霊符とか入るのね。入んないよ。入んない？スペルカードじゃないよ、私。じゃあヤマザナドゥがつく。エンマ様じゃん。ジャッジメントしてないし。レームは黒。なんであんたがすんのよ。なんでジャッジした、今。つかないか。そんなんじゃない、普通に白霊レームですよ。白霊レームね。そうですよ。ちょっと覚えさせて。覚えられるじゃん、そんなの。白霊レーム、白霊レーム、なんで繰り返すの。覚えられるよ、簡単に。白霊レーム。うん。ねえねえ、ここは肘。引っかかんないか。引っかかるか。やり方違うだろ。何が？ここを白霊霊夢って言うの、私が。やるね。やるねじゃないよ。バカにしてるの？知ってたの、これ。知ってたのじゃないよ。本当？やり方違う。せめて私に言わせてよ、ここ白霊霊夢って。でも何でも知ってるよ、私。何でも質問してみて。じゃあ身長と体重。そんなの簡単よ。身長はやや高め、体重はリンゴ153個分。リンゴ150。だいたい合ってる。正解。簡単よ。じゃあ3サイズとかわかりますか？3サイズ？うん。悪趣味だから知ってるよ。悪趣味なんだ。上から。はいはい。90、59、90。ナイスバディって違うよ。違う？違うよ。あんたの式紙じゃん、そんなの。違う。バスト90、ウエスト59って。違う違う。え？胸からじゃなくて、頭から。頭でかっ。90？ 頭？ああ、違うか。頭からじゃなくて、奥行きが。奥行き、バケモンじゃん。バケモンじゃん。バケモンじゃん。お前がやるな。ねえ、そんなに長くないか。なんだそれは。違うか。違うよ、そんなの。じゃあ他いろいろと知ってるよ。他じゃあね、私が子供の頃憧れてた職業は。ああ、そんなの簡単よ。本当？いつもお茶飲みながら言ってるのよ、この子。ああ、そうだったかな。言ってたじゃない、最近も。ああ、じゃあ行ってみてよ。家事手伝い。行ってねえよ。無職じゃん、それ。違うの？夢あった、夢あった。ああ、もっと夢のあるあれか。夢あった。家事料事。夢ねえよ。急にいなかったキャラだよ。
詳しいわね。違うよ、お茶を極める茶人ですよ。ああ茶道か。なんでお茶を飲みながら家事領事になりたいって言うの。ああ茶人ね。そうよ。ふーん、シンプルだね。悪いのか悪いのか、どこ行くのよ。そっか、でも他知ってるよ。他じゃあね、今私が興味のある幻想郷の住人。それも簡単よ。そう、いつも言ってるじゃないの、その話ばっかりじゃない。そうだったっけ。うん、じゃあ行ってみてよ。家事領事行ってねえよ別に。なんで家事領事ご利用し。あ、ミスティアローレライ。そうじゃなく、レミリアスカーレット。違う違う違う、ディグルナイトバグだ。なぜカタカナじゃん。全部なぜカタカナじゃん。違うの。おかしいでしょ。ああそうか。違うよ、カタカナ好き。違う、カタカナ好きじゃないわよ。そうなんだ。違う、今私が興味があるのはアリスって言ったでしょ。ああアリスね、それもカタカナじゃん。なんだよあんたは。カタカナ好きか私。アリスに興味があるのね。でもね。そうそう、アリス、こりゃまたシンプルだね。そうでもないよ、どういうことよ。違う、なんで私をシンプルでまとめんのよ。他は他。他じゃあね、私が外の世界で行ってみたい場所。外の世界行ってみたい場所。うん、それはちょっとわからないわね。勘で行くわ。勘で。アメリカ。アメリカ違う、アメリカではない。アメリカではないね。ああ、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカ。正式名称でもないよ。あ、違うか。違うよ、国内国内。国内国内。ああ、東京。東京違う。大阪。そうじゃない。名古屋。違う違う違う。京都。違う違う。奈良。うんうん。北海道。うんうん。ああ思い出した。うん、北海道。どこだそれ。北海道ってどこだそれ。ねえ、何よそれは。本当におかしな話ですけども。違う、沖縄だよ私が行きたいのは。沖縄行きたいの。ああ、チャンプルだね。ゴーヤ。ゴーヤ。ゴーヤ。シンプルだねでしょ。ああシンプルか。全然ダメだよ後半。ダメだったな、難しいな。違うよ全然。でもいいじゃないの、今日であなたのこといっぱい覚えたから、うん、どんどんいいコンビになっていこうじゃないの。そりゃいいね。うん、で名前は。家事領事。ぶっ飛ばすぞ、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。